こんにちは、ほのぼの一筆が中尾月香と申します。4月の終わりから5月にかけて、遅くては6月ぐらいまでかしらね、綺麗に咲いてくれる藤の花描きます。はい、使う絵の具はこちら、今出しております桜のマット水彩の6本。こういった青と赤で紫ができるので、これらでできてまいります。はい、では、パレットに出したものをちらりとお見せして、恥ずかしいからまた下げます。はい、この女性の肩から描いていこうと思うんですけれども、黒を取って頭から描いていきます。丸をね、2つ描くような感じで、やはり藤の花ってなんか和風風の人が似合いそうなっていうイメージがございますの でちょっとね、シニョンを下にぶら下げたようなっていう髪型にして、で少し前髪描いたら、気持ちね、お顔横顔がちらりと見える程度で、はい、そしてそのまま首の方に行きますが、華奢な感じで、ね、裾広がりで華奢な感じで入れていきます。はい、このあとお着物と帯に参りますが、まあ、今日ニュースでね、コロナ対策で樹齢600年の藤が刈り取られてたんですが、綺麗に咲いたね、まあ、コロナの影響だとはいえ苦渋の決断でしょうね。まあ、仕方ないらしいんですけれども、まあ、いい点も一つありましてね、早く刈り取ることって来年はむちゃくちゃ綺麗な藤の花が咲くらしいですよ。だから、まあ、今回はちょっと、我慢ウィークって言われてますので、お出かけしないで、まあ、刈り取られた花でね、楽しむのもいいと思いますよ。樽の押し花にしてもね、可愛いですのにね、刈り取ったのね。はい、まあ、そんなこんなで、お着物と帯のところ今仕上げていっておりますが、お着物のね、袖口とかそういうところもちょっとね、紫でシューッとこうぼかし入れるぐらいの感じで、このように差し色してください。あまりね、そんな濃くする必要はないんですが、はいね、はい、その後、赤をもう一度取ります、ね、赤をもう一度取って、この背中のね、首のところね、シューッとちょっと分かるか分からないかでラインを入れて、でそのままかんざしの方にちょっと行きます。はい、そして白で頭の後ろに櫛みたいなね、ものをちょっと飾りっぽくイメージして、このようにこれでね、ちょっとこうバックシャンのね、雰囲気が出ます。で赤でまたちょんちょんちょんとこの上を、はい、入れます。そしたらかんざしもう一つお顔の前の方に紫でちょっと藤のねイメージで、軽く小さいね、かんざしをつけたっていう感じでね、入れました。そしたらね、白を取って帯に、まあ、なくてもいいんですが、ちょっとこう丸を入れて線を入れたりして、粋な感じのね、この方女の人でしょう、だからちょっと帯も雰囲気出しておきます。はい、こんな感じで仕上げたら、はい、ね、はい、続いて簡単に描く藤の花に参ります。あとでもう一度一輪、一房ですね、藤の花描きますが、結構女性にね、力入れて描いたので、藤は軽くこのようにハハハハっていう感じでね、カタカナの葉を描くような感じで、たくさん入れてもいいし、一つ二つでもいいし、
で、まあ、今回3つぐらい入れて雰囲気を出します。はい、なんとなく藤の花を見ている、美しい女性の方っていうイメージでしょ。まあ、年齢で言うとそうね、30歳ぐらいかな、ね、もうちょっと年いっててもいいんですが、まあ、それぐらいの感じで書いております。はい、こうやって真ん中に通したら花を一つ一つ、サイドにある花をつなげる感じで、ね、そして黄色で、ね、花芯をちょっとちょろちょろちょろっと書いていきます。はい、そしたら緑で、ね、緑に少しね黒も混ぜます。はい、でちょっと引っ張ってから藤独特のねこの葉っぱ、こうやってマメ科のね植物でつるもできたりしますけれども、葉っぱをね描くとさらに藤らしくなります。はい、このようにこの葉っぱもね、元気よく上に向けて描いたりするのもいいかと思いますよ。もう少しねちょっと葉っぱ入れようかな、まあ、これぐらいにしときましょう。はい、つるを今入れております。はい、まあ、これで雰囲気一つ葉書へ出来上がりました。はい、続いてもう一房藤を描こうと思います。はい、今度は少し大きめの藤にしまして、ちょうどねなんかスイートピーを描く要領でできるんですが、蝶々がね、ちょっと止まっているようなっていう表現にもされるんですが、このようにちょっと丸っこい感じをいくつか、一つのね枝に沿うように描いていきます。かなり大胆に描いております。もう少しね紫がかった薄い、白を入れたようなのも綺麗だと思いますよ。はい、そしたら下の方はちょんちょんで今のように描いていってください。はい、そして真ん中やはり花芯で黄色を、はい、入れていっております。はい、そして続いてもう一度紫を取って、少しね、下の方にこのようについてます、ね、はい、本当スイートピーマメ科のね植物と、ね、似てますよね、これね、まあ、山藤っぽいですけれども、はい、そしたらやはり真ん中に枝っていうのかな、軸を通して、はい、これもずっと、はい、下まで行ったら、はい、左右にやはり花を一つずつつなげていきます。はい、あとは繰り返しになりますが、また葉っぱもね描いていきます。花言葉はね、ウェルカムです。要は歓迎するというね、私を見てっていう感じもしますもんね。歓迎するっていう花言葉とか、あとまたね、決しては離れないっていうのもあるらしいですよ。まあ、花言葉素敵ですよね。私ね、実はもうこのコロナじゃなかったら丹波篠山のね白光寺っていう九尺富士、毎年もう10年以上かな行ってるんですけれども、今年はちょっと我慢しますが、クジャクがねそこいるんですよね。まあ、今年もって思いましたが、来年に期待して、はい、今年は各富士で我慢します。はい、まあ、こんな感じで仕上がりました。はい、でこれらをねちょっとこうなんとなく並べると結構雰囲気が出て、藤棚のね雰囲気出るでしょう。はい、まあこうやって仕上げました。はい、皆様もぜひ、藤描いてみてください。ありがとうございます。